おめえさんの左膝をぶち抜いてやったろ。お前ほどの人間に隙を作るのは一苦労だったぜ。ほーら、下を見てみな。こっちだよ。測ったな。その謎を解く鍵は八重岡崎。お前自身にある。お前が最初に俺たちを射撃したとき、道理でおかしいと思ったんだよ。なぜビルの下から飛び出す事件に、絶妙なタイミングで射撃できたのか。あ、それからもう一つ。お前は右目は見えないんじゃない。むしろ見えすぎるぐらい見えるんだろ。だから四国から出てくる俺たちの動きを、監視カメラ越しに確認によって、射撃することができたんだ。まあ、からくりさえ見つかれば、騙すのは簡単さ。まさか。